ぼったくられたと思った時にこの動画を思い出してください。近年不用品回収や遺品整理の料金トラブル、いわゆるぼったくりの報告がされています。無料と言われたのに高額料金がかかった、追加料金が高い、相場よりも異常に高い料金を請求されたなどですね。このような料金トラブルは不用品回収自体があまり体験しないことなので判断が難しくもあります。この動画では不用品回収歴10年以上のプロがそもそものぼったくりの目安、ぼったくりに合わないために気をつけること、また被害に遭った時の対処法をご紹介します。ちなみに動画の結論にもなりますが、ぼったくりでお金を支払ってしまうと返金はなかなか難しくなります。なので被害に遭わないためにぜひ最後までご覧ください。ではまずぼったくりとはいくらからなのか、不用品回収の料金相場とともに解説します。不用品回収の料金相場は基本見積もり制で分かりにくいと言われています。理由として現場の状況や物品によって大きく料金が変わるからです。例えばソファと一口に言ってもいろんな大きさがあり、サイズによって処分料金が変わります。状況で言うと大型の家具でドアから出ない場合や、マンションなら何階なのか、エレベーターはあるのかなどで作業時間が大幅に変わってくるため料金もまた変動するのです。その上で相場をリサーチして料金目安をまとめたものがこちらです。一品につき自治体は400円から2800円、業者は無料から8000円がかかり、物品が複数の場合積み放題プランが1万3000円からあります。少し話がそれますが、料金を安くするポイントも簡単に紹介しておきます。まず回収してもらうものが少しなら自治体に頼むとお得なこと、逆に複数点なら業者、引っ越しなどの大量ゴミの場合は圧倒的に積み放題プランが安くなります。詳しくは概要欄のブログからご確認ください。料金相場についてはこれらより2倍3倍と高い場合はぼったくりの可能性があります。ただし窓から運び出しがあったなど状況にもよりますので、わからない場合はコメントよりお気軽にお聞きください。ちなみに無料回収というのは買取ができるような価値があるものだけになりますので注意してください。次にぼったくり被害に遭わないためにできることを解説します。ぼったくりに遭わないためにできることは、自治体に頼む、回収するための許可を確認する、信頼できる業者を見つける、これらの3つです。まず自治体に頼んでぼったくりに遭うということはありません。基本的に1品ずつ回収料金がかかりますので、複数点に関しては業者が良いですね。業者は一般廃棄物収集運搬許可があれば安心、大量に物品がある場合は信頼できる業者を探すことが有効です。最後にこの動画の本題であるぼったくりに遭ったらどうすればいいかについて解説します。まずはぼったくり被害の例をご覧ください。無料回収のはずが10万円請求された、見積もりの10倍の値段だった、事前説明のない料金が複数追加されていた、このように料金に関わるものや回収された物品が空き地に放置されていたというものもあります。というような感じでぼったくりにあった場合、料金の支払い後か前で大きく対応が変わります。まず支払い前の場合は支払わないでください。そして納得できない理由と警察に通報する旨を業者に伝えましょう。支払い後の場合は情報を集めて消費者センターなどに相談することになります。後者の場合、会社情報がデタラメな場合も多く返金が難しくなります。なのでまずは絶対に支払わないことが一つのポイントです。事前に明示された金額もしくは納得できる金額のみ払うという主張をしましょう。基本的にぼったくりをするような業者は許可を持っていませんので、法律で罰せられる可能性が高く、警察というと尻込みすることが多いです。もちろん物品の回収はしてもらえませんが、そもそも適正な業者に頼むようにするべきですね。まとめとしますと、まずは料金相場や許可が必要であることを知り、ぼったくり被害を事前に避けることが一番の対処法と言えますね。この動画は以上です。ためになったという方はチャンネル登録、高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。皆さんのコメントもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。暮らしの困ったなんでもエコ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 、迅速対応、真面目ななんでも屋さん、エコエコで検索。